グランドアベニュー、マイナスニュータウン駅は、クイーンズ区、グランドアベニューと、ブロードウェイ、クイーンズブールバード交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が深夜のみ、M 系統が平日、R 系統が深夜を除く終日停車する。クイーンズブールバード線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムで最初に建設された路線の一つで、マンハッタンの IND8 番街線とクイーンズ区、ジャマイカのジャマイカ -179 丁目駅を結んでいる。クイーンズブールバード線は、公共事業局から$25,000,000の融資と債務保証を受けて建設された。1936年12月31日に、IND クイーンズブールバード線は8駅 5.6km にわたって延伸されて、終端駅がジャクソンハイツ、ルーズベルトアベニュー駅からユニオンターンパイク駅に移り、駅はその途中駅として開業した。建設時、エルムハーストでは古いビルの建て替えが進んでいた。ブロードウェイの入り口相対式ホーム2面4線の駅で、環球館には背の低い壁がある。メザニンはホーム全長にわたって設置されているが、東西2カ所に柵で分断されており、東側の改札のみ、ホーム間連絡通路を兼ねている。ホーム壁の駅名標は黒地に、白地でグランドと書かれた小さいものと、2行でグランドアベニュー、ニュータウンと書かれたものの2種類がある。また、柱には1本おきに、ニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が設置されている。西端のブロードウェイ、ジャスティスアベニュー交差点側の改札が終日営業となっており、同交差点南東と南西に階段が一つずつ接続している。東端には無人改札があり、54番街とクイーンズブールバード交差点の北東、南西、南東に階段が一つずつ接続している。ありがとうございます。